物のお金だったらいいのに。あなた様にとって有益であれば良いのですが。保管しておきましょうか。こまごました物品の管理はどうか私めに。あなた様にとって有益であれば良いので。物のお金だったらいいのに。どうか私にお任せを。ディミーじゃないのかしら。保管しておきましょうか。こまごました物品の管理はどう。役に立つはずです。
どうか私にお任せを。了解。配置に着きました。オッケー。止まりなさい。かしこまりました。シュレイ、スタンバイ。射撃を続ける。準備完了。来たわよ。承知しました。
何なりとご用命を。
今ジャトヤの今月の収支を計算してるの。前よりは少しだけ良くなったけど、依然として赤字ね。僕の記憶が正しければニコは支出を控えると前から言っていたはずだけど。ええ、確かにニコは支出を減らそうと言ってた。彼女はとてもストイックだから、一度支出を減らすと言った以上はこれからもずっと言い続けるでしょう。経営についてアドバイスがいるかい？とても助けが必要そうに見えるけど。気持ちは嬉しいけど大丈夫よ。私はニコを信じてる。彼女のもとジャトヤはいつかきっと赤字から脱却できるわ。今はただ夜明け前の暗闇に過ぎないだけ。私はそう思ってるから。とにかく気にかけてくれてありがとう。もし私に手伝えることがあればいつでも連絡して。
お兄ちゃん、お帰りなさい。テレビの録画予約しといたよ。お兄ちゃん、今日からしばらくは予定ないでしょ。録画？リン、一体何を張り切っているんだい？ちょっとお兄ちゃん、まさかとは思うけど、もうすぐ何の日か忘れちゃったの？悪いけど全く記憶にないな。あと何日かしたらビジョンによる爆破事件の裁判が始まるんだよ。我らがニコもカンバス通りの訴訟代理人としてテレビに出るんだから、ビジョンの陰謀を暴けたのは私たちのお手柄もあるしね。審理が終わるまでは見届けるべきだし、ついでにビデオに残しとこうかなって。さすがバリン、大した行動力だ。ちょうどテレビエリーが特番をやってるらしいけど、見る？用事がないなら一緒に見よう、お兄ちゃん。ビジョン爆破事件後半直前特別番組です。ヤヌスク治安局の屋上にあるヘリポートからお送りしております。まもなく被告人のチャールズ・パールマン、被害者らの代理人を務めるジャトヤラが、慣例にのっとり司法府の専用飛行船であらかじめ新エリート最高裁判所に前乗りする模様です。公正な判決を見守るべく、我々は本件の公判を生中継でお届けいたします。ニコ、もうすぐ登場時刻だけど、まだ荷造りをしてるの？つうかニコの親分、裁判に出るだけなんだろ？にしちゃ荷物が多くねえか？分かってないわね。都市中を震撼させた大事件なのよ。ジャトヤの名を広めるまたとないチャンスじゃない。注目を浴びるんなら完璧に決めていかないと。でしょ？それだけじゃないわ。傍聴席の潜在的顧客にアピールするためにパンフレットだってたくさん刷ったのよ。ニコ、スマホが鳴ってるぞ。ノックノックの通知じゃない？あら、ありがとう。ニコ、どうしたの？なんでもないわ。あ、わかったぞ。借金の催促だったんだ。違うわよ、もう人聞きの悪いこと言わないで。借金なんかしてないわ。バエトーンと信頼できる知り合い5人以外には。前の月より増えてるぞ。ニコ、何があったの？誰からのメッセージ？あれ、おかしいぞ。本当に誰なんだ？いっぱい送ってきてるくせに全部空のメッセージ。うわー、もう我慢できないわ。などが後半の争点となるでしょう。続いてはスペシャルゲストをお迎えして。パールマンは頭からつま先まで真っ黒だし、すんなり有罪になるのかなって思ってたけど、いちいち細かいことも議論しなきゃいけないし、なんだかめんどくさいことになりそうだね。ニコがずっと頭を抱えてたわけが分かった気がするよ。タエトーン！こんにちは、プロキシ先生。あれ、ニコにアンビ、どうしたの？っていうかニコ、もうこんな時間だよ。専用機に乗るならとっくに移動してなきゃダメなんじゃない？ええ、本当だったらね。でもあんたたちにどうしても相談しときたいことがあるの。出なきゃおちおち法廷にも出らんないわ。相談って何かあったのかい、ニコ？パエトン、この前白銀重工の記憶素子を解読するために私に頼んできたわよね。ハッカーのレインにつなげてほしいって。ちょっとニコ、本当は知り合いじゃなかったとか言わないよね。
罪悪感が芽生えたんだったらちょっと遅いよ。違うわよ、よりによって私のコネを疑うわけ。いくらレインが今インターネットで話題の売れっ子ハッカーだからってこの私のオファーを断るはずないわ。ただなんだかあっちの方で妙なことに巻き込まれてるみたいなの。なんだか陰謀の匂いがするね。陰謀かどうかについてはまだ何とも言えないわね。とにかく事の経緯をまとめると、最近私含めレインと連絡先を交換してる大勢がちょくちょく空のメッセージを受信するようになったの。最初はみんな特に気にも留めてなかったわ。でもそれが2週間も続いて、おまけに当のレインはそのメッセージを送ってくる以外蒸発しちゃったみたいに消息がないの。そっからどんどん妙なことになってきて、前は何日かに1回送ってくるくらいだったけど、今朝になっても 5,6 回も送ってきてるんだから。確かに変だね。フェアリー、君もレインが送ってきた内容を見てくれ。これらは本当にただの空メッセージだろうか。かしこまりました、マスター。マスター、分析の結果、これらのメッセージには確実にいかなる内容も含まれていません。ですが位置情報は暗号化されていないようです。解析の結果、送信場所は新エリート市内のバレーツインズという建築物付近です。ちょっとタンマ、バレーツインズですって？バレーツインズがどうかしたの？顔真っ青だよ。プロキシ先生は都市伝説の類に興味がないようね。バレーツインズというのはとあるツインタワーの名前なの。最近そこで心霊現象が起こると話題になってて、噂によると。ストップアンビ、そこまでよ。とにかく事実として言えるのは、あの2頭はもう何年も前からホローに飲み込まれてるってことだけ。レインがあそこからメッセージを送ってるだなんて考えられないわ。あんたたち2人が特別なだけで、普通はホローの中と外部では一切通信できないはずだもの。あの有能なフェアリーが言うんだから間違いないはずだよね。ねえお兄ちゃん、ニコも随分参っちゃってるし、私たちだってレインの助けがいるよね。いっそ直接バレーツインズを調べに行ってみない？賛成だ。レインのメッセージはきっと心霊現象なんかじゃない。ニコ、私たちがレインを探してくるよ。フォローに入るかもしれないし、アンビーたちを借りてもいい？もちろんよ。別に後半にいなきゃいけないってわけじゃないから。あ、そうそう、顔が分かってた方が何かといいでしょ。これを持ってって。お、待ってニコ、レインってこの通学リュックを背負った女の子？そうよ。それがどうかした？よくうちの店に来てたから見覚えがあったんだ。ノーアルタカは爪を隠すというやつか。あんたがそれ言う？パエトーンがビデオ屋をやってんのも大概よ。とにかくレインのことは任せたわよ。私はこれから治安局に行って専用機に乗るから、お先に失礼するわ。プロキシ先生、今からビリーと猫股を連れてくるわ。バレーツインズの近くで合流しましょう。